皆さんこんにちは、しらすたへようこそ。イエーイ。本日はですね、グレイティストショーマンの This is me という曲を歌いたいなと思うんですけど、私はね、この海外にもね行ったことがないし、今日はですね英語のプロを呼んでみたいと思います。イエーイ、パラリラーボン。はい、皆さんこんにちは、カズホ先生です。 Hello, I'm Kazuho. I'm happy to be here. Thank you for inviting me.ちょっと何言ってるかわからないんですけど、英語の先生を呼んでみました。というわけで、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。グレイティストショーマン見ましたか？もう1年前ぐらいですけどね。いい映画でした。そうです、普通に大好き。迫力のあるね。そうなんです。というわけで早速やっていきたいと思うんですけど、まあ日本人ってさ、はい、英語喋れないけど英語の曲好きな人多いじゃないですか、はいはい、そういう人が、まあ、英語の歌を歌うにあたって、なんかこれだけ押さえとけば、とりあえずこれを押さえとけばいいっていうポイントがあったら教えてほしいんですけど、うん、まず、まあ一つ目の点は、まあそれぞれの音をしっかりと、はい、発音を出せるようになるということですね、はい、発音ですね、発音。まあ、もう一つはリンキングって言って、音のつながり単語と単語が英語ってつながるんですよ、はい、ガチャコーン、はい、それからそれをしっかりと理解する、そこがつかめれば上手に洋楽も歌えるようになります。なるほどですね。リンキングがもう何のことか全くわからないというこのあなたのためにこれから和夫先生が優しい講師でくれるので、では一緒に行ってみましょう。イエーイ。はい、じゃあ和夫先生、早速ちょっと歌ってみたいと思うので、はい、そのリンキング、はい、っていうのがあったら教えてもらってもいいですか？わかりました。じゃあ聞いてみます。I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken part. はい。はい。今も出てきましたね。どこに出てきたんですか？じゃあ最初のところは、はい。I'm not a stranger, not a とここが、はい。not a っていうんじゃなくて、not a ってくっつきます。I'm not a stranger. なるほど。これ not って言っちゃう人いっぱいいますね。I'm not a stranger、うん、to the dark って言って、はい、間に合わなくなっちゃう人いっぱいいますね。そうですね。not って言うと絶対入らなくなるので、音が。はい。なら。イェーイ、大仏。はい、大仏のならで。I'm not a hi, stranger to the dark、はい。じゃあこのアンダーラインが引いてあるところがもしかしたら、ね、そうですね。出てますかね。はいはいはい、はいはい。hide away っていうところも、はい、hide away って言ってしまうと、やっぱり間に合わなくなってしまうので、うん、hide away。はいだ。Hide away. ハイダショーコ姉さんの Hide away っていう感じで、Hide away ですね。ごめんなさい、ほんとこういう感じなんです、いつも。大丈夫ですよ。はい。その次が、One chore。One chore になります。One chore。チューの音が出てくるね。One chore。One chore。One chore。これがくっつくわけですね。Chore。Cause we don't want your broken parts。ってやっていくといいわけですね。じゃあこの次のフレーズも言ってみましょうか。はい。その次が learn to be ashamed of all my scars ってちょっと長いんですけど、はい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 、ここ結構リンキングがあって、最初は learned to っていうところの、うん、do の音と次が t で始まってるので、はい、それがガチャコンくっついて d の音が消えます。はい。learned。learn to. learn to. learn to って言っちゃってください。あ、learn to。d は忘れてください。で、okay. その後の、うん、ashamed of all もう全部これくっついて、はい、まあ、後ろから言っていくと of all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  でまたさらに、はい、その前をくっつけると dovol が言えるようになれば、なんかすごいレミゼラブルな感じしますね。 dovol ashamed of all ashamed of all、はい、言えてます。 learn to be ashamed of all、はい、言えてます。イエーイだって、はい、あ、もう次も言えるよ俺。 run away でしょ。はい、 run awayRun away じゃなくて run away。run なって音が出てきます、ね。ちょっと次難しいかも。No one will love you as you are。はい、はできたよ。as you はできた。そう。結構気づきましたね。Oh yeah. うん、as you も、うん、as you, as you, as you くっつきます。as you。で、その前が、はい、聞いてますか？聞いてます、ね。どうぞ。その前もくっつくところがあって、はい、will love っていうとこ。うん。L を2回言うとかって意識ではなく、うん、もう1個、1回しか言わないって意識で言ってください。will love, will love. will のるとlove のるが一緒になっちゃったことね。うん、一緒になって。no one will, will love. はい、will love. will love. で、その後も、will love. 聞いてますよ、どうぞ。はい。will love の後の you もくっついて、will love you. will love you. はい。ちょっとここもできそうだよ、次も。あって、I won't let them でしょ、はい、I won't let them じゃなくて I won't let them でしょ、はい、そうですね。この want to の t をもう忘れちゃいましょう。I won't let あ、なるほどね。
I won't let. で、let の後の them は、them にこの th 吸収されるので、let の t も言いません。I won't let them. Okay.I won't let them. I won't let them. はい。I won't let them. はい。というわけであれですね、英語の世界も弱肉強食なわけですね。はい、頑張りましょう。吸収されます。はい。吸収されます、ね。吸収されます、はい。はい。で、その次のところの down to dust の down to のところも、はい、でもやっぱりここも吸収されてしまって、N の音があんまり聞こえてこないはず。down to dust. down to dust. あ、うん、そんな感じする。うん、I won't let them do the down to dust みたいな感じだもんね。そうそう。ちょっとおっぱい揺れちゃってるんですけど。know that there's a place. ここも th あれでしょ。ここ t が吸収されるんだかなんだかな感じですよね。きっと、that there's のところは。そうですね。that there もそこもそうです。その通り。for us はどうなりますか ?for us, place. for us も、なんかすごいこれ話す、この、区切って言っちゃうと、すっごいかっこ悪く聞こえるので、うん、for us. 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 はい、for us で。for us. for us. ドヤ顔、はい、まあ。大切なんですね。英語の言葉のつながりというのが日本語と大きく違うところですね。そうですね。もうそこが、もう離れてしまうと、うん、もうすっごいかっこ悪い英語に聞こえるし、音にやっぱ入らなくなってしまうっていうのはやっぱり死活問題じゃないですか。うん、それが入るか入らないかっていうのは、うん。ね。やっぱそれがくっついてリンキングして始めて、歌えるように洋楽って作られてるので、うん、それがつながりが分かんないと多分音符にはまらないと思うんですよ、はい、日本人の皆さんも一緒に気をつけていきましょうこれそしたらこの資料はブログの方にもアップしとくのでそれで曲聴きながらあここがつながってんだっていうのはぜひ、ね、皆さんチェックしてみてください、うん、全部ねやるとね本当にね8時間ぐらいかかっちゃって24時間ぐらいかかっていうね勢いになってしまうのでそこはね省略します、はい、じゃあその発音の方行きましょうか先生あ分かりました発音はですね、うん、この歌って実は韻を踏んでるんですよ。そんなリップスライムみたいなことしてるんですか？そうなんです。なるほど。へいよーって感じなんですけど。おう。古い先生、先生いくつですか？年上でしたよね、僕より。で、よく後ろの方が。最初の方の dark と parts。発音かっこいいです、先生。parts。parts。あ、scars。もう一回 parts。parts。parts。あ、scars。scars。and r。R っていう4つ全部何が強調してましたか？これね、R でしょ。はい、そうです。R みたいな。R がすごい出てくるんですよ。はい。すっごい出てくるし、最後の方だからやっぱり耳に残るじゃないですか。だからそこをしっかりと言ってもらえると、お、この人、英語の歌上手ってなるので。なんかそうかも。でもこれちょっと発音難しくないですか？日本人に子供を取って。じゃあ一緒にちょっと練習しましょう。はい。まず、拳を作ってください。はい。はい。で、殴ります。そうです。喧嘩だこれね、どんどん尺が長くなるんで、早く決まっていいですか、先生。これを、口の中に入れるイメージで、お口を大きく開けます。あ、あ、その音で、あ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 、はい、こんぐらいででかくしてる、ね。これぐらい大きくの意識でしてください。うん、あ、はい。あ、で、そのあーってやってる時って、舌が下にありますよね、舌が、ベロが。下に下がってますよね。そのベロを、上にぐるんってこう巻くような感じで、丸める。で、シチューに浮かせるようなイメージで、R。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 もう一回。R。R。もう一回。R。R。こんな感じですか、先生。はい。あ、OK! わかったわかった。R の音は、舌はどこにもつかないはずなので、はいはいはい、ついてしまったら R の音じゃないので。わかりました。口の中の空間をさまようように、はい、スペースマウンテンかのように皆さんやってください。では、それで行ってみましょうね。I'm not a stranger to the dark. もう一回。あ、行くよ。I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. はい。口ガッと出てましたね。どう？今、お口開いてた、ちゃんと。うん。もっと開けてほしい。もうちょっと巻いてもいいかな。R。R。わかった。ちょっともう一回行くね。ちょっと今ダメ出し食らったからもう一回行くね。I'm not a stranger to the dark. OK? うん、うん、これね、dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars.、うん、Run away, they say, no one will love you as you are.、うんうん、But won't let them break me down. 大丈夫ですか？こうやってやっぱさ、人に聞いてもらうといいよね。なんかすごい言いづらそうだったけど、なんかダメかどうか。
Look out, cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me. うわ、渋いか、うわ、出たこの愛想の拍手。これが大人が、大人はこういう大人になっちゃう。言ってください、言ってください。どこがダメだったんですか？まあ、強いて言うなら、まあ、これみんな、ちょっとやりがちなんですけど、日本人やりがち。今、実は、三つ、同じ音がこのサビの中に出てくるんですよ。うんうんうん、母音がね。うん、それ何かっていうと、E の音なんですよ。E。どこが出てくるかっていうと、beat とか、beat。sing。sing。そして最後、タイトルにもなってる、me。me。ちゃんと言ったよ、俺、この三つ。うん、でも、文句あんの？いや、この、口のまず形が、英語の E の形じゃなかったなっていうのは思いました。今、ちょっとヨウさんの見てたら、beat って言ってたんですよ。beat。で、これ聞いたら、beat って別に悪くないように聞こえると思うんですけど、うん、口の形、beat。この beat って僕の今見てる beat って、口がって縦に開いてますよね。じゃあ先生、もうちょっと近くでやってほしいですね。beat、beat って縦に開いてる。ほうほうほうで、英語はもっと横に開いて、うん、beat、beat。beat, beat. はい。これ。ね、前歯がすべて見えるハリウッドスマイルですね。こんぐらいあるのね、こんぐらい。はい。これですね。beat, beat. これと、この口の E の音は、別物なので、うん、ここグッて、横に広げて、E を言うように意識しましょう。ちょっとやってみますわ、それで。はい、Look out, cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me. あ、すごい自然。わかった、ちょっと今ヒゲ女の気持ちになったもん。うんうん、こうヒゲ女のパートをここ、そうだよね、多分、うん。実際にその CD も聴いてもらったらわかると思うんですけど、うん、すごい綺麗にいいって音出してるんです、特にあの人。うん、その表情がその、いいってのが聞こえるぐらい、うん、表情が見えるぐらい。いいって意識してください。口角上げてこみんなで。加藤先生実は他にもいろんな発音チェックしてくれてて、はい、発音のね、発音集をね、資料としてブログの方にアップしておくので、もっと細かくやりたいって人はぜひね、そっちも一緒にチェックしてみてください。ぜひ見てください。じゃあみんな頑張ってやってみてね。頑張れ、イエーイ。